メソポタミアとは、川の間や肥沃な土地という意味です。メソポタミアとは、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた均等の地域を指す名称で、両川のほとりの肥沃な地域、つまり現在のイラクやシリア北東部の非砂漠地帯までが含まれる。さらに、北メソポタミア、上メソポタミアと南メソポタミア、下メソポタミアに分けられることもあります。上メソポタミア、ジャジラとも呼ばれる、はユーフラテス川とチグリス川の源流からバグダッドまでの地域。下メソポタミアはバグダッドからペルシャ湾までの地域で、クウェートとイラン西部の一部を含む。メソポタミアとは、主に古代におけるこの地域全体を指す言葉で、当時は北のアッシリアと南のバビロニアに分かれていました。バビロニア、カルデア、は、アッカディア、上層部、とカルデア、下層部、に分かれていました。ウルやニップールなどの都市名、ギルガメシュなどの伝説の英雄、ハムラビ法典、ジグラットと呼ばれる驚異的な建築物の名前は、古代メソポタミアに由来しています。また、万有引力やバベルの塔の伝説など、聖書や律法に記載されているエピソードは、この地域で起こった出来事の証拠です。哲学以前のメソポタミアの考え方は多神教であり、多くの神々を信じ、地球は巨大な島であり、4つのセクターに分かれていて、1つの地域では複数の神々を崇拝するが、全体としては全ての神々を崇拝し、貢ぎ物をするというものでした。この地域に栄えた数多くの文明は、アブラハム系宗教に影響を与えました。アブラハム系宗教は、一神教、つまり唯一の神を信じる宗教であり、アブラハムに代表される精神的伝統を認識しています。この言葉は、主にユダヤ教、キリスト教、イスラム教の総称として使われていますが、バハイズム、サマリタン、マンダイ、ドルーズなどの他の宗教が加わることもあります。紀元前1年頃、宮廷の文人たちの間で、生活に役立つ文章や思想の一形態ともいえることわざのコレクションが流行しました。彼らのおかげで、最初は王族が軍事的な勝利を称賛し、広めることに関心を持っていたことがわかります。この意味で、国家や公共部門は、神殿や宮殿の財産を、彼らが地上での代表者である神の財産として所有する人々によって構成され、その主な目的は、最初は神殿や職員、律法学者、祭司、行政職員を支えるための余剰生産物を得ることであったが、時間の経過とともに発展していったことに注目すべきである。この土地では、身体的思想的なまとまりの影響を受けた農民たちが働いていた。彼らは、大麦や羊毛、照明や衛生のための油などの配給を受けて、権力から報酬を得ていたが、年齢や性別によってその量は異なっていた。宮殿の近くにいたのは、いわゆる綿と呼ばれる人々で、彼らは土地を入手できる可能性のある市民であり、宮廷活動と結びついていました。また、土地の開発のために資本を蓄えることができた書記や役人もいました。もう一つの社会部門は、いわゆるメスキノと呼ばれる部門で構成されており、自分たちの体を使った仕事や土地の工作でしか生活できない部門で構成されていました。これらの人踊り児は、社会的に保護されておらず、前述したように神殿に責任を持つ王の臣下であったため、最も弱い社会グループに属していました。最後に、宮中に借金があり、その返済のために働く自発的な使用人や、捕虜となった敵の傍らで戦士として働く人々からなる、奴隷や、使用人がいました。バビロニア人もシュメール人も、名前を持つことをアイデンティティとし、名前を持つことは存在することと同義であり、神の名前を知ることは非常に大きな響きを持っていました。この点では、主人と召使いの対話や、苦しむ義人のモノローグなど、非常に印象的な文書があります。小アベスタ、コルダーアベスタも同様に注目すべきもので、その内容は前期の書物よりわるかに新しく、後期マズデイズムがゾロアスターの一神教に組み込んだ様々な副神、ヤザタに当てた詩的な美しさを持つ賛美歌で構成されています。これらの賛美歌は、個人的な信心のために使われ、平信アダと司祭の両方が唱えることができました。ペルシャ時代、アベスタの最も古い書物には、自分の行動に対する人間の責任や、善と悪の間の自由な選択など、実際に抽象的な哲学的概念が含まれている。アベスタは、ゾロアスター教の聖典であり、司祭の規範となっているマズデア教の聖典である。現在の形では、主に2つの部分で構成されています。一方では、犠牲のための賛美歌、
生活のあらゆる状況に関する規則、悪からの浄化のための儀式や規則などからなる天霊のテキストがあります。また様々な宇宙論的、神話的な物語や祈りや呼びかけのコレクションもあります。紀元前4世紀の第2代シャプールの時代には、シャプールではガレノスの哲学に基づいて開発された医学を中心としたアカデミーが設立されました。紀元前129年から紀元前216年まで生きたペルガモンのガレンはギリシャの医師であり哲学者である。ガレンの思想はビザンチン帝国で行われていた医学に大きな影響を与え、それが後に中東に伝わり、さらに中世ヨーロッパに伝わり、17世紀まで存続した。アッカド語文献学、言語学、文学、設計文字学、メソポタミアの政治制度と宗教の歴史などの分野で多くの著書がある著者は、哲学の起源は、メソポタミアの初期の知恵に遡り、その知恵は、伝承法、対話、叙事詩、民間伝承、賛美歌、歌詞、散文、神言などの形で、ある種の人生哲学、特に倫理学を体現していたと主張しています。バビロニアの理性と合理性は、経験的な観察を超えて発展したものであり、それは抽象化を意味します。抽象化とは、対象物の他の特性を無視して、対象物の特定の特性や機能を概念的に分離し、それが何であるかを考えることを目的とした精神的操作です。バビロニアの思想は、コーリマテであった。コーリマテという概念は、自明で真のもの、つまり、提示されて示された通りにそうであることが証明されているもの、そして、疑わしいと示したり、それについて懸念を示したいと思うような疑問に直面しても、疑問の余地がなく、反論の余地がないもの、という意味で広く使われています。バビロニアの思想もまた、オープンシステムの存在論に基づいていました。オントロジーとは、存在の研究という意味で、一般的な存在とその特性を研究し、宇宙を形成し構成する様々な基本的な存在を分析します。バビロニアの思想は、古代ギリシャやヘレニズムの哲学の原理に大きな影響を与えました。特に、バビロニアのテキスト、悲観主義の対話は、ソフィストのアゴニスティックな思想や弁証法、プラトンの対話編との類似性を含み、ソクラテスの方法の先駆けとなっています。イオニアの哲学者タレスは、バビロニアの宇宙観に影響を受けていました。哲学の起源は初期の領域にあります。残念ながら、ボエティウスのようなスタイルの論文は残っていませんが、しっかりとした考察を構成する詩や対話、神言などはよく知られています。メソポタミアがどのように発展していったのか、どのように生活していたのか、シュメール人、アッカド人、バビロニア人、アッシリア人の社会的、政治的、経済的構造はどのようなものだったのか、ペルシャ人の信仰について知りたい方は、このチャンネルの歴史ビデオをご覧ください。また、彼らの宗教について知りたい場合は、このチャンネルの宗教の歴史や神話のビデオもご覧ください。